はい、はい、今日紹介するゲームは、はい、iOS の、はい、ヘイデイです。はい、なんで俺が言ってるんですか。ヘイヘイヘイ、どうされたんですか。私今すごくハマってるんです、農場経営に。でね、今船も手に入れて、でようやく農地を広げられるところまでやってきたんです。ヘイデイ。忘れちゃった。iPhone 忘れちゃった。嘘、マジでそんなことある。あった、すいませんでした。終了ですね。まずいね。これで終わりで、これ終わりです、ね、え、紹介終わり。そうですね。動画忘れちゃいましたから。ちょっと待って、考えるから今。ヘイデイのすごいところはですね、お友達同士の農場を行き来できるんですよね。で、こう農場というぐらいですから、自分のところに農地を広げてって、こう牧場とかも経営したりとかして、そこから取ったこう作物とか、そういう、まあ、豚さんとかを飼ったらね、不思議と豚肉ではなくベーコンになるんですけど、そのベーコンさんを使っていろいろね作ったりとかして、それをまた売ってっていうのをするんですけど、なんとお友達のを見に行けるっていうことは、例えばみおちゃんの持ってるその iPhone、はい、それを私は今強奪してみおちゃんのところからうちの農場をみんなに見せられるんじゃなかろうか。確かに、ね、やりますね。ねえねえ、じゃあやりますか。みおちゃんのヘイデイ。はい、こちらがみおちゃんの農場になります。じゃじゃん、結構大きくなってますね、もう。そうですね、まあまあやってます。今レベルが22ぐらいかな。23だ。23、私とほぼ一緒ぐらいですね。で、最初はまだね、こう周りにいっぱい木とかがまだあるような荒れ地状態のところで、そこを開拓していってどんどん広げていくんですけど、みおちゃんは今もう農地自体はかなり広げてあって、でレベルが上がってくるとこっち側にまだまだ区画整理されてないところがあるので、これを広げていけるんですけど、今ここがだいぶ広がってますね。でここを拠点にしてですね、こう畑を作って、レベルが上がっていくとどんどん畑を増やせられるんですよね。でみおちゃんはこういう自分で区画整理する派ですね。そうですね、分けました、うん、こうしてると意外と植えるものが適当にならずに綺麗に見えてよかったりしますよね。でこっちが牧場の方です。でこちらに羊さん、豚さん、牛さん、鶏さんっていて、最初は鶏さんから始まるんですけど、ちょっとずつ動物が増えていきます。でこのね、豚さんのね、回収がすっごい可愛いんですよ。ちょっとお見せしたいと思います。見て、もうこの時点で超可愛いんです。見て、超デブ。もうお腹たるんじゃって床についてますからね。これをね、どういう風に収穫していくかっていうと、この豚さんのとこにこう落とすと、これが餌なんです。でも餌は今お腹いっぱいなので食べません。なのでこちらのベーコン製造機を豚さんに当てていきます。チューン、すると豚さんが製造されてドーンと細くなるわけですね。これ蒸されてる、ね、可愛くて、これ大好きで、一気に食ってデデデデデデデって、あ、いっぱいですね、納屋が。こういう感じで回収できるわけです。で、また餌をあげて元気になって回収して、あ、かわいい、ご飯まだあげるよみたいな。これがね、シンプルだなって思われる方も多いと思うんですけど、ハマるんですよ。このハマる要因ってのは私なりに分析してみたんですけど、やっぱりこの操作感、私操作感にすごくこだわるじゃないですか、どのゲームでも。このね、自分が動かしてるこの感覚と出てくる画面の動きがやっぱすごくリンクしてるんですよね。なので作業に感じないんですよね。それがよくできてるなというふうに。例えばこれは餌を作る機械で、こう作物を取った後、豚の餌を作ってみようとか、牛さんの餌を作ってみようとかって、こうやって作るわけですね。むやみやたらにやると収納できる量っていうのが決まっておりまして、ここが納屋です。でん、その納屋の中に、その納屋を拡張する道具とかが一緒に入ってるんですね。なので
結構ねすぐいっぱいになるんだよね。これが大変で大変で、私も早く、あーこれ欲しいな、譲ってほしいな。これね、あの農地広げるためのなんかねチケットなんですよね。これがなかなか出なくてね。この木槌もそうだし、杭もあんまりで、ゆうちゃん出てないね。全然出ないっす。そうなんです。あ、7個ある。でもこういう感じでどんどん貯めていくんですよ。でこっちのサイロが取った収穫物を保管しとくとこなんです。ここもねすぐいっぱいになっちゃうんですよね。拡張する道具もうこれ争奪戦になります。あと私がいつも楽しみにしているのが、農地の中にこういって突然ねミステリー系のボックスが落ちてるんですよ。これをね見つけたらもうねふっはーっつってね押します。いきます、チェン。残念、鍵がかかってました。でまあダイヤに余裕のある方は何も考えずにボックスを開けると思います。でもダイヤはとても希少価値のあるものなので。いいですよ。でもですか。どうぞ。そんなにですか。本当ですか。もったいない。いいんですね。どうぞ。じゃあちょっと皆さんにもお見せしなきゃですからね。大事な大事な22個のうちの3つを使って開きます。 お金だった時のがっかり感ね。わー、そうなの、そうなの。せめてね、なんか別のものがいいですよね。いきます、じゃん。あ、ダイヤ。ということは開けた意味なし。いや、増えてる、増えてるから。2個増えてる、2個増えてる。うん、地味。減って増えて2個増えました。よかった、ラッキー。減らさずに済んだね。でもなんかちょっとわーとかならなかったね。普通でした。空気読んでよ、俺のせい。じゃあちょっと小麦を収穫したいと思います。小麦何にでも使えるの便利ですよね。その収穫の仕方ですけど、ここに今収穫できるよってなるとオノマークが出てくるんです。カマかな、カママークが出てくる。これをティ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 ってやると、こうやって収穫できるんです。気持ちいいですね。あー気持ちいい。ほらほらほら、ネジ出てきた。え、釘出てきた。危ない。危ない。踏まずに済んでよかった。そして超ラッキーじゃね。なかなかこれも出ないんですよね。植えましょう。じゃあ例えば今小麦はいっぱいあるので、トウモロコシ植えてみたいと思います。ザザザザザザザ、ほれ。すると5分後にはトウモロコシが実るわけですよね。だから結構ね、時間のかかるものもあれば、一番短いのは小麦さんなんですけど、じゃあこの一番ね時間のかかるのを見てみましょう。インディゴって言うんですけど、これ2時間かかりますね。かぼちゃさんも結構かかりますけどね。あ、みおちゃんまたボックスが出たよ。開けてみます。行きましょうか。すごいね、フィーバーだね。行きます。えい、うん、これね鍵かかってないこともあるんですよ。行きましょうか。はい、じゃん。ここが私の農場です。見て、かわいいでしょ。ほら、みおちゃんのと少し違うでしょ。やっぱ配置が違うから。で、私はここに畑をどんどん増設してるんですよ。このここにで、この横に機械を全部並べて効率化を結構重視してます。なのでこのこっち側にあの牧場があるんで、あ、またある。ほら、これ人ん家にもあるの取っていいんですよ。なので開けてみたいと思います。さあ、うちは何が出るかな。あ、すごい、私ん家ダイナマイトのでかいやつ出た。爆薬、しかもノータイヤですよ。まあ、そうですね。そうですよね。かかってない、はい、やった、もっと感謝して。こういった形でね、どんどん農場を広げていくんですけど、じゃあ皆さんにマックスすげえ人のやつをご覧いただきたいと思います。マックスすごい人は私最近発掘したんですけど、このここにいろんなイベントごとが書いてある掲示板があるんですけど、ここ行くとここに前回のイベントですごかった人ランキングっていうのが出てるんですよ。この人たちの見るとね、度肝を抜かれますよ。行きたいと思います。じゃん、見てください、この派手な農場。ほら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 、もう端っこまでいっぱいあるぞみたいな。ねえ、見てこれどうなってんだろう、何植えてんだろうね、これね。面白いよね、他の人の見ると本当面白いですよね。見ちゃおう、この人はどうかな。
外国の方なんですよね。もともと日本のが始まる前に別の外国のものとかでやってたっていうことで、最近日本語版が出たということでね、結構流行ってるみたいなんですけれども、ほらおしゃれでしょ、ほれほれ、すごい、なんか都会って感じしますよね。うん、こうやって農場をどんどん豊かにしていくというゲームでございます。ちょっとね、我が農場を操作するところがお見せできなかったのは残念ですが、まあ、結果オーライですねお見せできましたからラッキー、素晴らしい仕様でした。私を助けるための仕様だったと思いたいと思います。というわけで今回ご紹介したゲームは iOS 版で配信中の、ヘイでご紹介させていただきました。みんなで一緒に農場経営しましょう。